ゼウスが融合世界を生み出す前のこと、ラグナロクを生き抜いたオーディンは全世界を力で支配し滅びを免れようと画策していた。地母神ガイアはその不穏な気配をいち早く察知する。そんな折、彼女のもとにアースガルズのロキが現れ、オーディンがオリンポス侵攻を企んでいることを告げた。事態を重く見たガイアはペルセウスを呼び出し、ロキと共に調査に当たらせることにした。この出会いが二人の運命を決定づけることになるとも知らずに。ペルセウス、紹介するわ。この子はロキ、アースガルズの神よ。アースガルズ？なぜかの地の神がここに？ロキはね、アースガルズの者たちに不穏な動きがあることをわざわざ知らせに来てくれたのよ。オリュンポスを狙う怪しい者たちの気配、このところ私自身も感じていたの。だからあなたと一緒に調査してみるつもりだったんだけど、そこへちょうどロキも現れたというわけなのよ。ですが、だからといって簡単に彼を信じていいのですか？彼とて不穏な企みに加担している可能性もある。そう疑われるのも無理はない。ならばこれを受け取ってくれないか？何かしら？私の神器、ミストルテインから分かたれた枝だ。形もその力も元となった私の神器と全く同じだよ。私を信用できなくなったらそれを折るといい。そうすれば元のミストルテインも枯れ果て、結果私の力を削ぐことができる。信用の証として力の源となる神器を預けるってことね。じゃあペルセウス、これはあなたが持つのよ。私が？ですがガイア様、あなたまだロキを信じられないんでしょ？だからあなたが持っていて、もし怪しいと思ったらいつでもポキッとやっちゃいなさい。それになんとなくだけど、あなたたちとても気が合いそうな気がするの。お揃いの神器で戦って親睦を深めるといいわ。ガイア様アースガルズの神器を手にするのは怖いのか？オリュンポスの英雄も存外育児がないね。なんだって？やめなさい二人とも。相手のことをよく知らないうちからいがみ合っていてはダメよ。それじゃ早速調査に向かいましょう。怪しい気配の正体を早く明らかにしないとね。それじゃ調査を始めるわよ。ロキ、ペルセウス、二人ともよろしくね。早速怪しい気配を感じるわ。この先を調べてちょうだい。えい。この辺りか。そこにいるのは分かっている。隠れていないで出てくるんだ。なぜわかった？こうなりゃ逃げるしかない！まさか彼らはアースガルズの？取り逃がすわけにはいかないな。ここでやられちまうなんて。使命を全うできるとは口惜しい限りよ。あの方にお伝えせねばならぬのに。ダン！
なたたちやるじゃない。出会ったばかりなのに息がぴったりね。オリンパスを探る日程か。彼らは一体何者なのでしょう。それに何を調べていたのかも気になるわね。ロキ、何か心当たりはないの？さあ、今の時点では何とも言えないな。北の方からまた何か感じるわ。すごく獰猛な気配。私の神器を初見でそこまで使いこなせると。ペルセウス、君は強いんだな。君こそ大したものだ。アースガルズにもこれほどの使い手がいたとはね。怪物だと？なぜこんなところに？この怪物もオーディンの差し金なのか。状況は予想していたよりも深刻なようだな。敵将、討ち取ったわ。ロキ、君は勇気があるんだな。怪物相手にひるみもしないなんて。私にはやるべきことがある。だからひるんでなどいられないんだ。それに怪物、オリンポスに何が起きようとしているんだ。かつてない恐ろしいことだ。参ります。私の予想が当たっているならば。だがな、ひとまず状況を整理しましょう。近くに神殿があるからそこへ向かうわ。耐えられる。敵将、撃ち取った。それじゃあ、集まった情報を整理してみましょう。まずはちょっと待って。西の方にすごく嫌な気配を感じるわ。まさか、また怪物が。私が向かいましょう。誰か。ペルセウスが罠に。ロキ、お願い、急いで彼を助けてあげて。いいだろう。責任を果たしましょう。ここで味方が減るのは私の本意ではないか。
置きよ。耐えられるか。つるつる。消えて。やはり門が閉ざされているか。行くわね。さて、ここを開ける手立ては。ロキ、南に怪しい気配を2つ感じるわ。ひとまずそちらへ向かってみましょう。はい、行くわよ。ロキじゃないか。ちょうどいい、手伝ってくれ。オリュンポスの塩を捕虜にしようとしているんだ。悪いな。彼を君たちの手に渡すわけにはいかないんだ。さあ参りましょう。参りましょう。ロキめ、寝返りおったか。仲間と思って油断したが、次こそは。何があろうと諦めるわけにはいかない。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。敵心、打ち解け。まさかあのお方を裏切るとは。このままで済むと思うな。二人を追わなければ、私の裏切りが露呈する。そうなればオーディンを倒すこと。だが、ペルセウスを放っておくわけにはいかない。支えてみせる。オーディンの手の者だということが分かったんだ。アースガルズの木。オーディンがオリンポスを狙っているというあなたの話はどうやら本当みたい。これで信じられるわ。あなたの決意は本物だということも。そうだ、私には望みがある。それを果たすため、どんなことでもするつもりだ。アースガルズを裏切ってまで叶えたい望みか。ロキ、君は強い覚悟を胸にここへ来たんだな。そしてそんな中でも私を見捨てず助けてくれた。私はあの二人を追わなければ、この裏切りを伝えられるわけにはいかない。参ります。待ってくれロキ、共に行こう。私たちは仲間なのだから。
支えてみせる。ロキ、まさか貴様に邪魔されようとはな。オーディン様が知ったら何と言われるか。覚悟しろロキ。裏切り者は怪物の餌食にしてくれる。ペルセウス、私がおとりになって怪物を引きつけ、その隙に君はあの二人を倒した。しかしそれでは君が危険すぎる。私は君を信じると決めた。だから君も信じてくれないか。仲間なんだ。敵でいるがいい。いずれ世界は飲み込まれる。アースガルズの書は片付いた。ロキ、今そっちへ行く。彼らが残した不吉な言葉の意味、君なら怪しい気配はもう感じないわ。ひとまず調査はここまでとしましょう。アースガルスの動き感化できないわね。ロキ、あなたにはこれからも協力してもらうわよ。君が胸に秘めている望み、いつか聞かせてくれると嬉しいよ。ロキ、君はこれからどうするつもりなんだ。ひとまずアースガルズに戻る。何食わぬ顔でね。そして念入りに準備を整えるよ。全ては大切なものを奪った男を滅ぼすためだ。この先どんな犠牲を払おうとも必ず成し遂げてみせる。たった一人でか。え、私たちは仲間なんだろ。だったら君の望みを叶える手助けを私にもさせてくれないか。ペルセウス、このミストルテインにかけて誓うよ。ロキ、君のためなら私は喜んで力を尽くす。たとえどんなことにでもね。いいじゃん。いい流れね。